あ、ちょっと一瞬くるみちゃんこう座ってもらってもいいですか、うん、大丈夫ですか、横映ってるかな、はい、うわ、美味しそう、うわ、えぐ、これの動画撮れてるかな、これちょっとさ、これ見えるかな、あ、それ撮ってんの、これ撮ってます、うわ、カメラマン連れてこいよ、いや、カメラマンみんな何この3人だけでバックれました、多分この企画に対する信頼がされてないですよ、信頼が、熱がないよ、熱がないです、うん、どうでもいいもん、ただこうやって僕頑張ってるんだって、うん、大物、大物 YouTuber よ、そう、大物 YouTuber、ね、もう柔道で日本で一番強かった、強かった、ドンマイ川端さん、なんですぐ出えへんの、まだドンマイじゃない、すぐ出る、強かった、強かった、強かったっすもんね、強い、はい、で強いでいい、もうライジンアンバサダーのくるみちゃん、すぐいる、くるみちゃんだなんでためんねん、乾杯乾杯、もうちょっとね、もうプレゼントで楽しんじゃってるけど、いや、わざわざ来てもらっちゃって、いや、ありがとうございます、え、これなんだ、斎藤を酔わす会みたいな、いや、別にそういうことじゃない、石さんのやつは見た、はい、結構ほのぼのとした感じで、はい、で、あの時はカメラマンおってんの、はい、舐められてんな、いや、そうなのよ、え、カメラマンいないの初めて、カメラマンいないの初めてだよね、それ今まで3つ見てるけど、3つなんか覚えてたもん、安い三脚で、じゃ、これめっちゃ高いです、ちなみに、あ、そうなの、チナ高いです、チナ高い、チナ高い、これ3つセットで10万ぐらいしてる、ほんまにこれ、ちゃんとチナ高い、ちゃんと映ってんの、映ってます、はい、心配だな、心配なる、ちなみにガチですごいです、あの、このお店のちょっと宣伝させてくださいよ、はあ、ぜひぜひ、これ見てください、映ってる、ほんまにこれも映ってます、長山龍樹、龍樹さん、すごいな、柔道のパリオリンピック、長山龍樹選手のお父さんがやられてるお店なんです、すごい、カエン、カエンさん、ジンギスカン屋さんやねんけど、うん、これやばいね、これやばい、あ、北海道の、じゃあ北海道の名産品を、これ見てください、カエン、全日本、え、かっこよ、全日本柔道連盟のオフィシャルサポーターになってる、相当すごい、オフィシャル、オフィシャルサポーターになってる、オフィシャルサポーターってことはもう公式やから、うん、公式ってことはオフィシャルやから、うん、住所書いといてや、ちゃんと書いてきます、うん、新大久保やんな、ここ、概要欄、歌舞伎町ですね、そうなの、これは一応歌舞伎町です、新大久保っぽかったけどな、そこ、いや、歌舞伎町ですね、カタクナに僕ホームなんで、ここ、そうなんや、はい、歌舞伎町ホームってどういうこと、昔あの、この辺であの歌舞伎町好きなの、立ちんぼやってたんですよ、え、怖、はい、そのルックスで、はい、顔かっこよくないですか、いや、ブスやと思う、でもかっこいいと思うんですよ、ちなみに僕ドンマイさんは別にかっこいいなって感じはしないんですけど、やるか、ドンマイさん VS 斎藤君、え、実際どっちがかっこいいっす、まあまあ、そのフラットに見ろよ、うん、そのなんかフラットに見て、会のなんかメンバーやからとかそういうのやめろ、あ、そういうの、ね、そういうの、そのフェイスだけ、あと性格もさ、あ、フェイス、性格も込み、性格は込みっす、来るってさ、なんか静かな子が好きなんよ、うん、だから、で全部知ってるわけで、元彼みたいなこと言うじゃないですか、なんか静かな子が好きな、全く知らないから、父親っすか、俺みたいに喋るのがあんま好きじゃないから、はい、そういうのとか抜きにしよう、顔だけで、顔だけで、うん、いいよ、え、どっちがかっこいいか、どっちの方が、うん、いや、まあ、どっちもぼちぼち、くるみちゃんっていつもこうやって逃げますよね、なんかで、エグザイルみたいなやいや、でも性格は本当2人ともいいじゃん、ガチ性格は2人ともガチで思ってる、でもちゃんと聞いてる、性格は2人ともいいって顔良くないってことですか、じゃあ、じゃあでもさ、どっちつかず2人とも、俺思うねんけど斎藤くんはブスだよ、いや、ブスじゃないです、ブスではないけど、うん、なんか斎藤くんってちびまる子ちゃんの見たことある気がするんだよね、長沢くんすか、なんか似てるよね、お前の方がブスやろとか言うよ、あ、なんかただ悪いやつみたいな感じで、そのやり取りしようぜって言ってたよそのブスの言い合いしようぜって言って、なんで裏切るの、いや、このコーナーっていうか、はい、これ視聴回数どんな感じなの、え、でもなんだかんだなんか平均10万ぐらい回ってるんですよ、地味にすごい、まあ、地味になんか回ってるんですよね、いや、堀江選手のやつ見てない、そう、堀江くんが面白すぎて、これはおもろいわ、え、ドンマイさんとさ、斎藤くんは仲いい、え、仲いいです、だって前、それこそ、そう、
一人でサウナ行って、マジで地獄の空気やったんですよ何喋っていいかわからんからいいなって言ってた意外にここのサウナいいなって、そんな感じだったっすね。なんかあんまここ仲いいな、そうなつかないかも。いや仲良くない。え、カイコの森と斎藤くんだと一番大学仲良い、あと徳田の先輩か、ガチで全員仲良くない。でもさ、一回さ喋っちゃうんだよ、なんかカイ君のチームといると自分が悪いやつに思えるっていう。そう、なんか、ね、それ僕らのこと悪いっつってるみたいな。めっちゃいいの、いいから、そうなんか自分たちが汚れてる感じで思ってる。そう、それ話になってなんかそのカイの、まあカイやな、カイとかと話してるとさ、うん、なんか自分が汚れてんねんなっていう、そうことに気づかされるというか、なんか俺ってさ、こう人の悪口が結構好きやから、こうあいつ気持ち悪いよなみたいな話したら、カイがなんかいやでもいいとこもあるっすけどねみたいな感じで言われるから、俺もなんかまあいいとこもあるわなみたいな感じになって、そういう話はしないですね、全然全然しないよ。俺はその話ばっかりするから、あいつの顔気持ち悪いなみたいな本当対局だよ。あ、そう。だって最初の頃はちょっと引いてましたもんね。タイがね。はい。あの初めてドンマイさんと撮影して、でその後焼肉食いに行って、で酒飲んでて、そう。でドンマイさん大丈夫かな本当にみたいな、人として大丈夫かなみたいな。うん、でもこの間カイトと YouTube 撮ったらドンマイさんとめっちゃ褒めしてたよ。いやもう多分そこからくるっとくるっとパッて、でも本当に大好きっすよ。でもなんかあれやで、ドンマイさん変わってないけど、根本は別にそういうこと、ドンマイさんはね、俺のなんかそのあれやん、なんか愛やん、悪口言う人って。あ、そうだ、そこまでだからブスやん。いやブスじゃないですか。あ、来たな、おい、別にブスじゃないですか。だってマジトントン。ヒゲも汚いじゃないですか。やめろこれ。クズでも確かにヒゲ嫌い。え、じゃあ、え、ね、そった方がいいと思う。まあ、どっちでもいいかも。え、これってほのぼのかいチャンネル？これほのぼのかいチャンネルです。あ、じゃあほのぼのしていいってこと？はい。で、それ頑張らなくていいってことだろ。頑張らなくていいです。でもさ、俺マジ思うねんけど、斎藤くんも頑張ってる、カイもスーパースター大盛りよ、一番すごいの。いや、すごいっすよ。あいつやばいよな。マジで。あいつの仕事量やばい。諸葛亮公明。撮影するやん。撮影するやん。で、バーって雑談してるやん。みんなで撮影した後。もう編集してんの。あ、そうだよね。大森くんってそうだよね。大森くんだって返事が早い。LINE の返事。ああ。この人最悪。いや、遅いっすよね、ドンマイさん。びっくりしましたもん、だって。やばいよね。僕、正直、今日の撮影ないんじゃないかなと思ってました。昨日それはない。多分これが仕事なんです。ドンマイさんは連絡つかないけど、うん、自分の用事だけすっごい早い。まあ確かにね。どんなだから、こう自分が絡む、自分がこれ連絡しなきゃやばいなっていう時だけ早いです。あ、だけどこっち側の意思が無視。あ、ドンマイさんさ、そのいらないターンが多いとかいいじゃん。これ普通に今日何時にするって、そういうことじゃん。その場所を予約したりしなきゃいけないから、はい、何日何時にするって、はい、それがと何日も帰ってこないわけ。そうだから、もともと今日も大森さんにこの日撮影するんですよ、時間はずっと聞かれてる。そうだね、大森君カメラとかあるから、はい、だからグルメもその返事来なかったから、もう一回昨日 LINE して予約しなきゃいけないから何時って言って何時みたいな感じになって、でも普通にさ、イフどうぞとかさ、なんとサウナ行った俺どうぞとか写真上げてるわけ、ストーリーに。いや、LINE も返すよ、イフどうぞじゃない。それマジ腹立つ。めちゃくちゃ時間減らすとか言って、はい、めちゃくちゃストーリー更新してんじゃん。せめてストーリー更新する前に、やめてほしい。あの、大事な連絡を返さないと。そう、どうぞじゃない。大事。その人たちからのヘイトやばいっすよ。時間は大事、はい、どうぞじゃない。絶対いるだろ、ここは。多分本当にぶっ飛ばすぞってなるっすなんかその猫みたいなやつやめない、やっぱり。ちょっと全然ネガティブじゃない。ネガティブだと思う、ドンマイさん。めっちゃネガティブだと思う。なんかそれで俺が、ドンマイさん、待って、これネガティブだと思ったことでしょ。 めっちゃネガティブ。クルミテシずっと被害者ですから、うん、違う、これをなんでそのカメラ回ってるの。今、大森くんの話があったから手草だって。大体さ、普通の時は言わないんだよ。
こうやってカメラ回ってた。大森くんだっけ。認めない。俺は今のはマジ認めないの。すごいね。スネ夫じゃないですか。本当そうだ。じゃあ、彼氏彼女の、まあ、喧嘩みたいなのするのやめてもらえません？ドンマイさんと彼氏彼女みたいにするのやめてもらえません？カップルみたいな感じですよね。ちょっと立て直せないよ。最近さ、たまにコメント来るね、それ。いや、こっから見るとカップルなんですよ、なんかもう。何人彼氏いるんだ。確かに。いやだから僕もすぐ言われる。うわ、ドンマイさん行ったかと思って。行くわけないじゃん。ちなみにさ、バイトの人は彼女いるんですけど、キューピッド。いや、そうなの。そう、アメリカにいる時になんか斉藤くんのことかっこいいみたいな YouTube を上げたわけや。やっぱりそれ見てた。で、その時なんかたまたまみんなで電話してたの。斉藤くんみんなアメリカに行ってで、斉藤くん絶対連絡しないわけ。絶対行ってみたいな感じで連絡してデート行ってきて。そうですね。で、斉藤くんのさ、彼女と YouTube 見てる。どうもやさん YouTube とか見る？見るよ。見る。見なそうじゃないですか。見てるから、その身内周りのも見る。見る。その斉藤くんの絶対見てないじゃないですか。見てない。見てる。でもドンマイさんだけは見られたくないなと思います。なんでやねん。あれ恥ずかしいかも。なんで俺以外の人みんな見てんのよ。なんで俺だけわかんない。やっぱ恥ずかしいかも。くるみちゃんもすごいですよね。なんかくるみちゃんって大臣の仕事をしてる時だけすごいピシッとしてるじゃないですか。確かにね。YouTube の時はとかプライベートは全く変わんないから、この人結構ぶち飛んでるなと思って。ぶち飛んでる、はい、初めて言われたらぶち飛んでる。ぶち飛んでるんじゃない。ぶち飛んでる。ぶち飛んでるやん。だからぶち飛んでる。初めて言われた。大臣のあのくるみちゃん見るの笑っちゃうんですよ、すごい。あ、そうだよね。でも裏表ないって言われる。めっちゃないですよ。ないないっすけど、でも大臣の時だけ誰みたいな。だってさ、大臣の時さ、ちゃんとしないと怒られるからさ。怒られるんすね。でも YouTube の時も大臣の時はもちろん怒んないけど、はい、やっぱ格闘技好きな人たちに怒られるから、なんかふわふわしてる。はい、本来の自分のモードだと怒られちゃう。格闘技ファン厳しいですよね。世界一厳しい業界だなと思って。なんでそんな怒んの、格闘技ファンは。え、柔道はない。ないな。あ、そうなんだ。みんな応援する柔道家は。確かに。競技はないよ。なんでなんすかね。格闘技に関わる周りの人もみんな行かれるもんか。行かれるっすね。だから面白いだろうな。こっちが嫌い、こっちが好きみたいな。あ、柔道の試合やったら。みんな頑張れっていう応援やもん、みんな。はい、あ、確かにそうっすね。めっちゃアンチとかいないの、柔道。いいの、平和で羨ましいね。平和っすね、めちゃめちゃ平和。だって実際さ、もう斎藤くんとかさ、関係ないわけじゃん、選手じゃない。はい。でも言われたりするでしょ。しますね。斎藤くんさ、炎上したことあんの？あります、あります。何で？わかんないっす。よく。何をよく燃えてるっぽいっすよ。何をして怒られる？え、コメント欄見ないってこと？え、見ないっすね。それが一番だね。はい。ドンマイさんとかそれ感じるもんね。めっちゃ感じる。誹謗中傷とか来たら落ち込む。でもドンマイさんに誹謗中傷する人いる？いるよ、たまに。何で誹謗中傷するの？いるっすよ。でもそのなんか柔道ファンとかがなんかこう、でもさっきの話、柔道ファンいないんでしょ。誹謗中傷する人ね。いやでも YouTube って柔道ファンだけじゃない。あ、そっか。え、YouTube が違う、悪いの？いや、悪くない、全然。で、ほとんど。ドンマイさんのファンっていい人じゃない？割と平和そうな気しますけど。でもなんか来たら傷つくみたいな。でもさ、ドンマイさんとかさ、そういうとか自分でさ、YouTube 編集したりさ、YouTube スタジオいじってるとさ、見なきゃいけないじゃん、コメント。でも斎藤くんとかはさ、大森くんが多分そこ見ると思う。だから多分、あんまり斎藤くんダメージない。絶対見ちゃうの。あ、でも見たりはしますよ、たまに。めっちゃ返してるよね。なんか返す、コメントめっちゃ返す。なんかそのたまに見てなんか言われてるとおおと思います。おおなんだ。はい。へえ。楽しい。いやいや、そうだなと思って YouTube。で、何の話するかだから持ってきてないお題みたいな。まあ、僕の中での今日の言ってたやん。でもなんかお題は、まあ僕ドンマイさんより自分の方がまあかっこいいなっていうのが僕の今日の勝負のこれだったんです。マジで自信ある、それは。いや、マジであるっす。え、じゃあこの後アンケート取ります。いや、なんかそのなんていうの、まあまあかっこいい方がやりやすかったよ、その勝負やったら。俺がなんか勝ち向かっていく感じで、余裕で勝ち臭すぎてなんか気まずいよ、ちょっと。ハハ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 
でもさ、動画見てたらいつも酔ってくるとさ、めくるくんに勝てるみたいなさ、めくるくんと張り合うのいつも。え、朝倉さんがいるときいないね。いやもう、ただの弱いやつ。朝倉さんおったらまた変わるやろ。いやでも、お酒では勝てると思ってましたし、昔は勝ってたっすよ。いつですか、昔って。4年前ぐらいです。え、その時勝負したの。勝負はしてないですけど。テキーラ70杯飲むでしょ。いやいや、ほんとっすか。飲めなくないっすか、70杯ってすごいよね。70杯飲んだら死にますよ。で、僕は目の前で見るまでは信じないですけど、70杯目の前で飲んだら。これの最終回だから、みくるくんがいいんじゃない。出てくれるわけないやろ。こんな緩いのちゃんとこの後の回転の何か。俺の YouTube も一回朝倉さん出てくれてるから、ね、出てくれましたもんね。ああマジで全無視されてましたけどね。出てくれましたって、うん、でもあれおもろかったね。ありがたかったな。あれ奇跡的なタイミングだったっすよね。俺の YouTube の中に朝倉さんが映ってるっていうのが嬉しかった。あれ奇跡だったっすよね。もし朝倉さんと YouTube もしなんかこうコラボできるってなったら、もうやる企画一個に決まってんねやんか。何、うん、あの存在しない技を医師さんに教えて止めるんが朝倉さん。その使い方するの面白いっすね。やりましょうよ。やりたい、本当に。それだけ、もう、てか、なんかやっぱすごすぎて、なんかちゃんとした企画に出てもらうなんてか、おこがましいから、止めるだけっていう。どんばさん、それよくするっすよ。なんかこの人にこれさせるのはちょっと申し訳ないからって。なんかすごすぎて、すごい人って、ちゃんとした企画だとやっぱだらけるから。それですごい。面白いじゃないですか。うん、かそれはすごいなと思って。会とかにいつも撮影するってなるやんか、はい、5分で終わるすからっていうの。え、5分で終わるの？だいたい5分10分ぐらい。5分10分です。絶対その時間しか撮らせない。どんまいさんの撮影マジで短いですもんね。短い。本当にすごいなと思って。マジ短い。やっぱどんまいさんすごいっすね。やっぱどんまいさんがちょっとかっこいいっす。あ、顔？はい。あ、まあそうなるか。でも。庄司さんよりはかっこよくないです。庄司さんには勝てない。ぶっちゃけフラットに見てファッションとか抜きな、あの庄司さんのカジュアルカジュアルのファッションとか抜きにしたら、いやファッションでちょっと先行かれてるのは分かってんねん。最先端すぎるやん、うん、最先端すぎるやんか。肌見えなかったもん、うん、この真夏にでっかいから真っ暗いね、ここに CK ってここに書いてて、でっかくね、なんかあの入れ墨ある人が、あの履くスパッツみたいな、スパッツみたいなの履いて、え、入れ墨入れたんですかと言ったもんね。会った瞬間に、そうですね、入れ墨入れましたみたいな。しかもかなりフォーマルな場所でね、うん、みんなジャケットスタイルで着てんのに水色のカルバンくらいで、あれを見た時に庄司さんかっこいいって確かになったよ。あれはすごいわ。あ、すいません。あ、そうです。ありがとうございます。わあ、すごい。ジンギスカン食べたいって言ってたんですよ。あ、本当ですか。この娘が、はい、日本一うまいです。嬉しい。日本一。はい、本一、はい、だってカニもあってジンギスカンもあって全部詰まってるじゃないですか。北海道の。まあそうだよね。これまだ言ってくださいよ。舐めてるんですか。普通に。今のおもろいな。生活用途強くなって。舐めてるんすか。うわやばいやばいやばい。これが一番人気の生ラムになります。ジンギスカン食べたことある？はい、もうめちゃくちゃ食べたもんね。今日食べたいって言ってたんですよ、たまたま。うわー嬉しい。率直な意見を聞きたい。はい、あ、味を？味、ああ、はいはい、カエンの味をね。でもなんかその全部が綺麗じゃないですか。なんかジンギスカン屋っぽくないんですよ。なんかジンギスカン屋さんっていうのはこの床がもうベトベトでとか、なんかそういうイメージじゃないけど、確かにこんな綺麗なイメージじゃないですね。めちゃくちゃ綺麗だから。ありがとうございます。これつけて、タレつけて、はい、いただきます。うん、めちゃくちゃうまいです。それは何ですか？これさ、羊のターン。あんまりない。すいません。めちゃくちゃうまい。ご飯もらえます。ラムスわかんないぐらいうまい。ジンギスカン食べるやったらこう来てほしいな。うん。なんでそのさ、綺麗、店が綺麗やん、まず。綺麗で、落ち着いて、だからその大人のジンギスカンって感じ。急にすごい喋り始めたね。さっきお父さん来るまでほぼ喋ってない。ずっと下向いて。ありがとうございます。タン。うわ。ラムのタン。ラムのタン。
マジでうまい。おやもう一回やってください。もう一回やってください。めっちゃうまい。え、ジンギスカン食うなら、はい、カエン。新宿カエンね。新宿カエン。これヘルシーだから、減量好きよ。確かに。ね、今度だから、カエン連れてこよう。はい、来ます来ます。ビリーとか絶対好きっすよ。確かにそうだ。はい、ドンマイさんだって、まあ、くるくる詐欺するんですもんね。カイさんの試合なんか UFC 来ないと思ってますからね。でくるみちゃんは絶対来てくれるなと思うんですけど。で、まあ、スケジュール次第だよね、本当に。行きたいけどね、赤井の試合は。すごいよね、あの兄弟ね、はい、下火になった格闘技を復活させたもんね、楽しみやね、でもね、本当に楽しみ、本当にかっこいいって思うな、朝倉海は。ドンマイさんどうしたの？いや、俺でしょ。ドンマイさん、やっぱかっこよくないっすもんね。すいません、やっぱええねんけどね。というわけで、今日はこんな感じでした。最後、普通になんか飯とか誘ってな。いや、本当に誘ってくださいよ。いやいやっていうのを、これ、あの、10回ぐらい繰り返してる。お互いね。はい、互いに。お互い、はい、お互い誘わないんだ。たまに誘うっすよね。たまに。だから、その、たまにが重なって、この前、サウナあったじゃないですか。そう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 、そう、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッカーやりたい、俺。でもサッカー、ひょっとしたら誘ったっすもんね。あの時サッカーやったもん。いや、やってない。やってないんかい。はい、しましょう。うん。わかりました。すいません、ありがとうございます。いや、いいね。あ、いいです、いいです、全然いいです。謎か？あ、全然いいです、全然いいです。いやいや、出す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 。いや、いいって、いいって、いいってね。え？財布欲しい。いや、財布はもう来てない。いや、持ってきてるって言ってたらな。あ、うん、持ってるかも。財布は持ってるよ。あるよ、もう。なんも足りへん。5000円。5万。5万じゃないかもしれないけど。よし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 。全部持ってたやん。はい、よしよし、もらうの人の金で。あ、すいません、ごちそうさまでした。